とにかく打ち方はもう何でもいいから一番もう適当に好きに持っててどん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 もうどんな球が出てもいいからどんな球が出てもいいからどん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 好きを振ってもらしてるし、はい、はい、あの、うん、手はこれぐらいだね、はい、はい、構えて、もう全然好きに適当に振っていいから、うん、ポジション的にこの辺じゃないかなっていうのがある、分かるでしょ、自分で打ってて、はい、なんかその、こう巻き込むとかさ、右プッシュ目で、でもそんなにほど右プッシュじゃないから、はい、とにかく打つのは適当がいいの。あの要はこう出たから出ないようにってやると合わせる意味がなくなるから、適当にバンバン打った時にこの感じでなんとなくいい感じになるなってところが見つかれば、はい、構えてもうとにかく気持ちよく好きなようにそう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 ナイスそう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 もう本当にもう気持ちよくそのまんまそうそうそう今のでもさっきのポジションあったら引っかかってるわけよ、はいでしょ？だけど、思いのほうが、いかってこなかったじゃん。うん。やったらこっちの方がいいと思う。そう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 、ほら。ちょっと振りやすいです。振りやすかったでしょ。カチャカチャで合わせるときは、絶対それそういうやり方がいいよ。だけど、みんな打ってさ、はい、こう行くじゃん。で、今度は行かないようにってやるじゃん。はいそれとやいや合わせる意味がないじゃん。だからカチャカチャを合わせてきながら適当にバンバン打った時にあ、なんとなくいい感じになるなってところが見つかれば、はい、そこで詰めていけばいいじゃん、うん、最初の中だったら僕だったら自分は捕まらないから上の全部ヒールに持ってきてロフトそのままにしたんだよ、はい、でそこから少し、ね、まあ、寝かしたわけだね。寝かし方を一目盛りにしてヒール側に持ってきて合わせたりね、はい、でも今度ヒール側に持ってくると打感が弱くなるじゃん。当たった時の何かこう、はい、でウエイトの当たった感じの打球が多分弱くなると思うからウエイトは僕戻したかったのに止まんなくらいでもそうすること右で滑るから、はい、その分でも要はその分もロフトもう一目盛り増やしたりすげえ。そうそう、あとはもう構えてもうちょっと左向いてごらん。左狙いをじゃあ250じゃないけどあっちの方にちょっと持ったり左狙って、うん、左ね、うん、左の方でやってごらん、構えて、で、これドッキリじゃん。出てくるんですよ。違うクラブってそう。だってここだったらさ、こう構えたら、こっちになって、今こっちで打てたじゃん。適当にバン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 打ってたじゃん。調整したら、じゃあちょっと、ね、250の方向いてみようかな、でいいじゃん。どの球出てもいいから。そうそうそう。ちょっと、うん、そうっすね。250番抜いてみようかなってやってみて。そう、ここで振ってた時にそっちの方で出始めるじゃん。はい。全然いいよ。で、構えといて、ここから。ああ、とても向いていけば全然 OK だ。そんなにめちゃめちゃグイーンなんて来ないじゃん。はい。うん最初はどの子から始まったんですか。こっち、うん、マックスでやってもらって、はい、やってて、じゃないし、それを寝かして調整してもらって、うん、ニュートラルで最終的にニュートラルで寝かしてもらったって感じですか。うん、で元々こうパッとつけるタイプじゃないし、そのままこのタイミングを使えるショットを使った方がいいと思うし、うん、こういってボーンと入ってくる。はい、今中も欲しかった。ただここだったら難しいのは多分ここでこう向くとこっちよりこっち向くと気持ち悪いですよ、はい、だけどこっち向くと止めてもらう持ってきてもらう OK 最初に150度持ってて構えといて250そう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 めっちゃいい、ナイスショー。でもっと左向いて、もっと左向いて250度持ってって、うん、もっと左向いて、ちょっと右プッシュ目になるわけです、はい、イメージがね。でもそんなに言うほど左向いてないからね、構えて、それで250度持ってって、
そう、ないっしょー。握ってないのわかるでしょ。250を狙うんだったら自分はどうだろう、もうその100とは言わないけど、100の看板とは言わないけど、100の看板の右に棒があるの、はい、あっちの方自分のライン向いてヘッドが250向くわけだから、はい、2本の棒になるわけだ、はい、だけど自分が200の左のポールとかあの辺向いちゃうからクロスするじゃん。だけど、こっち向かせると250がこう右向きみたいな感じになるわけよ、はい、で、また構えて、それでいいから、はい、構えと打って、そう、右プッシュで250と思っていいから、そのぐらいのつもりでこの250で動いてる、振ってごらん、構えて、はい、あー、そう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 、そうだから、自分がこっちはこのまま向けてるんだけど、こっち向くときに、フェーサー向くんだけど、はい、自分が向ききらないからもうちょっとこっち向いていいんじゃないのかなっていう。あ、 ありがとうございます。すごい。そう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 ナイスショー。めっちゃいい。だけど本人の中ではめちゃめちゃこっち向いてる感じするじゃん。します。だからそこをやっぱり練習とかを分からなきゃいけないわけ。へぇ、だって絶対的にこう2本の線になるわけだから、250のラインの線だったら、まあ、自分の伝わってないことになるわけだから、こうでしょ、はい、こうだとしたら、こうだとしたら、これで平行ラインだとしたら、別にクローズでもオープンでもいいんだけど、ある程度このラインっていうのはこっち向かなきゃいけないじゃん、はい、だけどどうしても自分こっち向くからアイアンもなんかだからクロスするんだよ、こっちとこっちが、うん、だからそうするとこう向いちゃうと下手するとこう向いて見えるはずだから、はい、そんな感じです。だけど実際問題はそれでやってみるといいじゃん、ね、こうやって打ってごらん。だけどこのマット通りに構えちゃうと、はい、それが勝手にできているじゃん、はい、そうでしょ。だってマット通りに構えたらこのフットのところに自分の形を形をこれ作るから、はい、だけどこれがこうならなきゃいけないのがね、同じだけこうならなきゃいけないのが、こう向いた時にこう向ききらないからうーん、あとは好きに動きゃいいよそう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 、全然いい、全然いい。またイメージとして右プッシュでもいいなと思って振ってくる、構えておいて全然右プッシュでもいいなぐらいの気持ちでやった方が多分楽だと思う。そう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 。いいよ、もう一回。今のも体が向こうに回ってないだけだから、はい、もう回していけば、右プッシュしてもいい。回していけばいいの。内緒。でしょ？でしょ？向こうに回ってないだけだから。ここで、要はさっき向こうでやったんだけど、何もやったんだけど、こう来て、ここで止まって、ヘッドが行ったところに行ったら、はい、でこれが、ぐんと動いていくんです。でもそうすると、向こうに来たりするじゃん。します。だからそれでいいから、そのつもりでやってみればいい。ここ向けばどうなの？今の向いてないよ。止まってるでしょ？だって今ここで止まってるわけだ。もうこっちの肩で。だってここで止まっちゃってる。だからこれが回ってない。そう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 。そうそう回ってない。でからもっと振ってるわけだって回ってるわけ。うん。構えて。うん。今そうやって回ってください。もっと回してる。どうしてもクラブヘッド触れちゃうの？特に関節が柔らかくぶれるから、野球やってた？やってました。やってたよね。関節が柔らかいから、リリースできちゃうから。だからこの状態から、これ投げれちゃってる。こっち引かないと無理でしょ。自分の持ち方の動きだと絶対野球やってるはずだから、構えといて、この状態から、第一球足が上がって投げましたって時に、来ないじゃん。体でしょ。体でしょ。体でフローとしてダメ。
打てるようになってくるとやっぱりみんなが、まあ、僕らはクラブ振っちゃうんだよ。構えていただいて、もう第一回足が上がって投げましたら、もうクラブはもう全く無視しといて、はい、まあまあ、はい、今の動き、自分の中でクラブを振ってる動きないじゃん。構えておいて、もう全く無視しておいて、第1球足が上がって投げましたっていうのを全チャンジやってもらうんですよ。だったら、振り上げても途中振れるから、はい、第1球、はい、第1球、足が上がって投げました。そう、全然、今の、全然今の動きでいい。今、キー上げたから、空中振ればいいから、そのまま意識をね、はい、構えて、はい、第1球足が上がって投げました。こんな感じで。ナイショー。今の空中動かしてるだけじゃん。ティー上げたからね、はい、ティー上げたから打ちにとかできないで空中振ってるだけじゃん、はい、あとはクラブヘッド振ろうとしてるみたいクラブヘッドは空中動くで、そのままもうリズム取って第一球足が上がっていいからそのまんま、はい、とても浅いこんだけしてで、その時にどうしても手がクッと強いと、はい、今みたいになるじゃんもうリリース、野球と一緒だよ、リリースでいらへんからってそのまんま、はい入ってくる、今めっちゃくちゃいいナイショー今のめっちゃくちゃいい、ちょっと上で待てるじゃん、はい、だからこういって、投げるときに多分こうは来ないはずなんですこうやって、こう投げないでしょ、こういってたら、待っといてこういくじゃん待っといて、待つでしょ、多分一緒じゃん今まで全く一緒なのおかしいでこれが行くから一緒上で待ってるだけだじゃあカラブ振ろうと思わないから第1球足が上がって投げました時にこう投げない投げましたって言ったら難しい、うん、構えて第1球足が上がって待っといて今の感じめちゃいいナイショーじゃあクラブ振り下ろすタイミングがワンテンポ遅いはずだからはい遅いですカーブ打つ感じだろこうカーブ打つ時、待つやろカーブ打つ感じだイメージはなテンポの間が、はい、そう今ナイショー今のスイングなんか完璧やだよめっちゃ綺麗じゃない今のスイングめっちゃいいヘッドスティックでも出たことないだけど振ってないでしょ振ってないですだそういうことなんだよだけど自分でこうやろうとかクラブ早く振ろうとかしてないしてない間はカーブ打つ間だよ、うん、そういうことそういうような間だわめっちゃいいナイショナイショわかるの？間とかが分かってくるでしょ。それで分からなくなったら野球とさ、こうなんですり合わせれば、はい、ないじゃん。ないし、ないでしょ。はい、構えて自分だったらせっかくここでスーッと行くわけだから、それをここから急ぐ必要ないわけです。こう言っといて、手どこにあるのかもう関係ないから、順序だけじゃん。こうしといて、自分だったらこうしといて、で待とうと思わなくても意識なくて。それがどうしたってこれで下ろせちゃうから、はい不思議なんだティーちょっとティー上げとけば空中振れるじゃん、はい、あっちに行かないからめちゃくちゃナイショめっちゃいいセッティングそれでいいありがとうございますありがとうございました YouTube 出ますのでお願いしますお願いしますでこうやってチャンネル登録高評価やってください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。